もう役者さんと共演できる機会がまさかあると思わなかったから、ね、嬉しかった。緊張されたって聞いてすごいびっくりした緊張してました。でもタイガーも大好きな俳優さんだから、やっぱりすごい2人は良かったですね。なんか息が合ってる感じがすごいあって、もう本当尊敬してるんで絶大なる信頼が大学にあるから、そうですよね。それでなんかこう、あ、できるかなって思えたから、大学がいなかったらできなかった。なんかね、安心しますよね。はい、うん、現場もそうです。なんか先輩俳優さんって感じね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。でもゼロではないですよね。悪いことしてるって感覚ないんですか？ないね。ようやった、頼りになるって。俺のことは人間でも目をかけてくれるもん。あんたも誰かが褒めてくれる場所に降り立たろ。もう最高じゃん。この人だけで番組できちゃうって。今ほど生きづらい世の中ってないと思うんです。一度人生のレールを踏み外した男が見た世界とは。今度ばっかりは固いぞ。素晴らしき世界。あなたはこのラストに何を感じますか？